道端日野よ、俺ら PPP を裏切りやがった。究極のアホだよな。おい道端、お前らただで済むと思うね。おなんだか聞くところによると、あの道端という男はなんか大阪でジム経営してるらしい。俺らを裏切ったっていうのはどういうことか分かるか。漢字三文字で言ったら不義理だな。不義理をしちゃうととても怒っちゃう仲間が俺たちいるよな。そう、不義理に根っこを叩いた男、タコ坊こと長谷川さんだよ。おい、いいか、お前ら聞いとけ。長谷川さんが、俺がプロレスでも鉄砲でもないな怖いファイトしてくれてるけどな。おう、あなたはよ、社会ではもっと鉄砲でもない。おお俺らには長谷川さんついてるってことをお前に注目しておいてやるよ。息の根を止めてやろうじゃないか。もう明日覚悟しとけばかよ。